でそしてです、ねまあ、美の国内でこの堂さ派と義辰派の対立が起こっていくんですが義辰と道産自身の仲が悪くなったわけではなくて義辰の側近がですねことにより起ここったんですねでこれはなぜかというとやはり派閥争いです。義を信頼する家臣とそして前に収めていた道さをやはり信頼する家臣。 こちらの方でつらせが起きたんですねでそして武士たちの家臣が道さんの実子を殺害したとこっから戦乱が起こっていくんですね。この道さん自身はですねなんとかこの分裂を収めようと極力和議協定に努めたんですがこれはいつになってもこの和議がならずにこの春になってきてですね冬が明けるとまた越前が攻めてくると。 越前がまた動き始めたため何としても今のうちにすぐに美濃を平定しないといけないとそのために義辰と話し合って合戦を起こすんですねその合戦で自らが死に花を咲かすこととによって美濃を平定したっていうここなんですでこの道産の死後義辰が生きている限りは美濃国はよくまとまって外敵を防いだこれはまあ史実と同じですね。 このようにしてんな時に時氏から美濃を預かって平定してでそして時氏ですねその義辰に返すという自身の役割を見事に果たしたんです。果たしたんですが織田信長がですね美濃を制圧するにあたり信長側の立場としてやはり義辰自身をですね親殺し信長としては舅の敵 としてそして信長による美濃制圧を正当化するためにです、ね、この堂さんの政治を貶としめたんですねこれがいわゆる美濃のましかしですねこの織田より格上であった道さんがですね濃姫を信長に嫁がせたことから実はこの信長による美濃制圧っていうのはまあシナリオ通りなんじゃないか。 っていうふうな考え方もできるわけなんですね。で、まあ、その一つの少佐として、この信長がですね。美濃を制圧した後に、稲葉山城の城下町、猪口を岐阜。と解消させたんですが、岐阜というのは土岐市の木ですよね。府というのは、まあ、大阪府とか、あのふうに城って書いて、ね、浮上って言うんですが。土岐市の浮城の意味として、岐阜ってなってるんですね。で、この、まあ、府は。 この小高い丘とかそういった意味の負に変わっているんですけれどもそういったことからやはりその信長自身もここは時の土地であるということを明確に継承しているわけなんです。で次にですね安藤森成という人物の反乱これも八百長であるというふうにこの船木上古時には書いてあるんですね。この安藤森成という人物は、まあ、知らない方も多いとは思うんですけども先ほど登場した時頼明で斎藤道産でそして義辰達興。 そして織田信長に仕えた武将ですね。美濃安藤氏というのは、まあ、代々ですね伊賀の神を称して、まあ、伊賀という姓も名乗っています。でこのうちの,この森成というのは美濃三人衆の筆頭と言われた武将なんです。森成の祖父はですね、この佐々木道与直系の佐々木義秀の船木城入城時から仕えていた武将。またこの美濃安藤氏とこの信長に仕えた竹中半兵衛ですね。 坂中半兵衛は安藤森成の娘婿であって共に稲葉山城を乗っ取るっていうこともやってます。こういった時に信長の重臣であった佐久間信盛の謹慎追放処分が過酷であるとこれは日本史好きな方はよく知っていると思いますがこれは過酷であると漏らした林佐渡守という人物がいるんですね。この林佐渡ととともに武田との 通帳の冤罪をかけられてこの安藤森成は窒気を命じられますそんな中ですねいつ何度き信長に攻められるかという緊張している時に起こったのが本能寺の変ですね、まあ、本能寺の変の後は明智光秀はですね船木城に協力を申し込んできますがこの船木城の城主であった高橋隆信は大義名分がないとして光秀の協力の依頼を断るんです一方ですね 本能寺の変の,の混乱に乗じて美濃を食い荒らそうという世論が出てくるっていうことを防ぐために当時80歳を超えた安藤森成が船木城の名義人となって決起しますそしてすぐにこの織田信忠の居城であった岐阜城を戦わずして落としそして本能寺の変の後数年にわたり乱れると思った矢先ですね。橋場秀吉が 毛利と和解してすぐに山崎で光秀を破って一気にこの戦乱が安定方向向へと向かっていきます一方ですねこの船木城として美濃がまた戦乱に巻き込まれるかもしれないとそこで決起したんですが一気に安定方向へ向かったでこの振り上げた拳をどうやって下ろそうかって考えた八百長というものが安藤守成と自分の息子この親子で罪を一身にかぶって安藤一族による 給料を回復したいという欲望のもに反乱したという話にして当時残っていた美濃三人衆の一人であった稲葉一徹税に自分たたちを打ってほししいといととうことにしたんですねそうすることによって安定方向に向かっていったりですねその美濃を誰が平定するかっていう功績を美濃税以外に取らせないそういったことができるというふうに考えたんですね。そのために同志打ちを行って さらに美濃で起こした反乱をちゃんと美濃で治めたよっていうことにして美濃としては秀吉に対する謀反の気は全くなかったよということを示したこうやって思いっきり派手に合戦をしてこの安藤森成の親子は討ち死に一方ですねこの安藤森成の外孫である林正成がこの稲葉家の養子となって一族を継いでいくんです。 稲葉正成という人物は美濃国十七条の藩主そして下野国真岡藩の初代藩主そして正成このあとですね船木の勢力というのは戦わずして落とした岐阜城をすぐに戻して安藤守成らの犠牲によってこの本能寺の変の後の戦乱を終結していったということになります。 しかもですねその後美濃に来訪した秀吉に対してこの船木城の城主であった高橋貴信は直ちにもう戦勝祝いに鉄砲500丁を送って範囲のないことを証明してで秀吉はこの岐阜城侵略のこともしっかりと目をつむって簡単に陥落された方も織田信忠は本能寺の変に巻き込まれていた岐阜城を任されていた前田玄尉も清洲城にいたそんな中で 織田勢としては岐阜城を簡単に乗っ取られたっていう恥ずかしい話も全部目をつむったってことです。そうすることによっってこの本領安堵が決まったということなんですね。今回ですね2つの八百長の戦を見てきましたけども八百長の合理性と、まあ、成功条件についてですねちょっとお話をしたいと思います。このようににですね犠牲を最小限に抑えつつ 戦略的目標を達成することができることから八王朝というような極めて合理的な戦術であることがわかると思いますしかしです、ね、これを成功させるには、まあ、私はこの二、ね、つのエピソードから五つの条件があると思っています一つ目は負ける方が格上であることなんですね。斉藤道さんもしっかり安藤森成もしっかり斉藤道さんは自分が親ですからねそして安藤森成は 身の三人衆の筆頭ですから身の三人衆の筆頭側が角下の方に打たれるとそういった構図、まあ、剣道をやっている方は分かると思うんですけども剣道の方も打ち立ちし立ちってありますが打ち立ちが最終的に切られる方になるんですけれどもしかしそれは打ち立ちの方がラインが上なんですねそういった流れがあると思われます。で二つ目 第三者に情報を漏洩させない絶対的な信頼関係があることなんですね。時氏と斎藤道さんの信頼関係。そして、この美濃三人衆としての安藤氏と稲葉氏。この信頼関係ですよね。三つ目。この戦略的目標に指針がない。つまり方向精神に基づく。これが重要であるということなんです。今回のエピソードは両方とも美濃の平定。 このために八百長をやったということなんですね。そして格上である道産、そして安藤守がえ討ち死にしたという話になっています。で、4つ目この負ける側の犠牲が必ず報いられる。そういう絶対的な信頼による安藤と最後まで騙し続ける覚悟ですよね。斉藤道三の方はですね。確実にちゃんとそのこの八百長をすることによって。 初めからこの時頼明から全幅の信頼を置いて預かった美濃を平定してちゃんと美濃へ返すとして義辰がちゃんと平定できるようにこれを確保した上で自分は汚名をかぶって死んでいくと。そして自分の汚名が晴れてしまうとこれは無駄になるので自分はずっと悪者そして罪を背負った人物として歴史に残らなきゃならない。そうなければこの八百長は完成しませんからねそういった覚悟は必要。 で安藤森成の方はですねこの安藤森成の外孫が稲葉家に入ってでそして稲葉の一つの一族の初代宗家として残っていったこれを絶対こうするという約束をした上で八王朝をやってるんですね。これが確証できる相手だからこそ自分が打たれてもいいというふうに考えるわけです。そして最後八王朝を仕掛けるべき絶好の機会を判断する卓越した洞察力ですね。 いつもだたらでも信用しませんよねそれはまあ狼少年と同じで,でも信用しないだ常に普段はやっぱり公明正大を旨としつつもいざとなれば騙してでも守るべきものを守るそういった胆力を備えるってことは大事なんです。まあ、本今回の動画でですねお伝えしたいことをまとめていきますとやはりそのまず一つ目が文書資料に残された為政者による歴史だけで過去と未来がつながっているのではないと。 この口伝に隠された重大な真実にこそ真のの過去ととと未来の連続性が見えてくるということですねそしてこの真の過去と未来への連続性というものは守るべきものを守るために自らを犠牲にした者たちの方向精神があってその方向精神とはシステムなお罪と汚名をかぶることでありそしてその中でですね私たちがもう見たこともない名前も知らないような 多くの忍び衆ですね。まあ忍者とも言いましょう。今回の地域、まあみみのとか、近江とか、あの辺りであれば。高架流であるとか、伊賀流の忍び、有名ですよね。そういった彼らの諜報活動の連続があってこそ、つながっているんです。でこれは日本史に限らず、今でもそうですよね。名もない。言ってみれば、スパイたち。死んだかどうかもわからない。この忍び衆。まあスパイのおかげで、私たちは今こうやってつながっているわけです。 次にですね本来私たち人類は公正命大を胸とすべきではあるんですけども人口が増えて社会が複雑化してくるとお互いの利害のですね不一致や意見の不統一というものは免れませんそうなってくるとですねその不統一不一致というものを利用してその不一致をさらに増大させて か乱させてで互いに反目させ猜疑心が起きるように仕組んでくる人物が必ず出てくるんですこれはいい悪いとかじゃなくて必ずいますでそして彼らをじゃあ滅ぼせばいいとかそういった話でもありませんそれをまず受け入れることでそういった企みを持つ人間たちっていうのは競い争う混沌とした社会の中で溝を得た魚のようにもう生き生きとして 活動するんですね。そういった性格を持っています。で、そして彼らは往々にしてきれいごとを並べて公正明大なふりをします。そういった人間がいる以上ですね、人類社会の平穏とやはり秩序を守るためには絶対的な信頼関係を築ける共同体をあなた自身に見出していざとなれば周囲を騙してでもですね、守るべきものを守る。そういった胆力を備えていただきたい。その上で。 公正構成名題にですね。猜疑心なく楽しく生きることができる共同体を実現していこう。まあ、そういった趣旨で今回お話しさせていただきました。今回はこの船木城古事記をテーマにお話しさせていただきましたけれども。弊社はですね、こういった口伝の情報資料を元にしたコンテンツを多数ご提供しています。もうほぼ口伝に特化したと言ってもいいかもしれません。 ぜひですね、過去と未来の本当の連続性というものを知りたい方はですね、ぜひ弊社この公式ホームページや無料で見れるですね、公式ブログ、ぜひご覧ください。日本をかっこよく、結び大学、仲間に守るでした。